どうもこみです。さて、皆さん、リーグ戦どうでしたかね？私たちも今、ちょうど最終日というかね、7日目迎えてるんですけども、まあ、今日はね、TH コンプリーターさんから動画撮るんですけども、いやー、やっちゃいましたよ。最後の最後でね、悔しい客層からの星1。もうやだ。超ショックなんだけどもね、ほんと、どうしようかと思うけど、まあでもね、そんな僕もね、頑張ってクラクラ続けておりますのでね、まあ、リーグ戦うまくいった皆さんも、ちょっと残念ながら僕みたいにね、って結果になっちゃった皆さんも、一緒にね、一人じゃありませんから、励まし合いながらまたやっていきましょう、なんてね、自分に対して言ってるとこもあるんですけども、本日はですね、TH コンプリーターさんから動画撮っていくんですけども、いや、ここはね、やばかったね。今、チャンピオンリーグ1にいるんですけども、てかね、まあ、結構負けてんだけど、なんか星1いっぱい取ってるんですよ。でも、その分、前回もいっぱいあって。で、ですね、今日ピックアップしたのはこの人。グルタンさんね。600って書いてあるじゃないですか。これ、要するに6分の6全部全開取ってるんですよ、ここまで。で、7日目のもうこの最終日の全開が出るかどうかってところね、待ってから収録したかったんですけども、まあ、時差があるんでね、どうしても、まあ、8時間の時差があると、僕のその収録する時間が来る前に、もう対戦終わってデータ消えちゃうかもしれないと思って、今ですね、この6回の結果が終わってどこで取ってます。まあ、このね、7回目が、前回になるかどうかっていうのは、ご本人がツイッターでおそらくね、その前回撮ったら絶対あげると思うんで、グルダンさんチェックしてみてもらって、まあ、ツイッターにもしも投稿がなかった場合にはさしてもらえたらなと思うんですけども、もしもね、前回撮ったよーってなってた場合には、いいねしてくださいね。よろしくお願いします。で、これが何で撮れてるのかっていう話をしていきたいんですけども、俺ね、天才なんですね。いや、スパウィズじゃないんですよ。僕びっくりしちゃって。これまで6分の6攻めてるんですけども、全部天才なの。で、今日はその中からですね、1本ちょっと、まあ、配置が若干ね、弱かった配置だったので、施設レベルがですね、それは除いて、まあ、5個ですね、見ていきたいと思います。まあ、すごいっすよ、本当に。3つが、基本的にこの細かいネクロマンサーっていうんですか、通常ネクロを使ったこのジャイネクロ系の編成で、残り2つがスパネクを使ってるんですけども、どちらも天才なんですね。今回見てください、この天才、クエイク2のライトニング9ですよ。ほとんどと言っていいほどの呪文枠を全部天才に吸い込んでですね、これどこに使っていくのかっていうところをまあ注目して見ていきたいと思うんですが、今回のまず入りはですね、この十字面、こっちの方からこう入っていきますね。なので、ここをカット。って言ってます。きっちり序盤にカットをしている間に天才を打っていくと。マルチンフェルノやっぱりですね、ウィズドンをここにあって、この辺に、ネクロマンサーが焼かれちゃう。当然、投石機はもう天敵ですよね。なので、しっかりそこら辺を、これ、ウェイクプラス、ライトニングで折っていきます。で、要は、ここまで削れちゃえば勝ちってことですよ。ここまで削れちゃえば。で、現在、ここの部分も削り終わっているので、まあ、勝負ここですよね、ここ。この突型タイプのここのところ。これを一気に、スパジャイからのネクロマンサーで、ウォールバスターを出してきながらヒーロー。で、速攻遠向かけて、相手のエラバハウンドだったりストライカーにはポイズンを当てていきます。で、残ったフリーズはおそらくタウンホールに当てていくのかなというふうな気がするんですけども、どうでしょうか。序盤にライトニングと、あともうネクロマンサーの、ね、集中砲火によってきっちりと、投石機が2機折れているので、もう残った配合機はそんな怖くいいものが残ってないですね。タウンホールぐらい。でもタウンホールにはしっかりと、ウォールバスターがアプローチしていきながら中から出てくるのは、これはアイスゴーレム。スニーゴブリもいますね。スニーゴブとアイスゴーレムで一気に中心部タウンホールを破壊していくと。で、当然そのアイスゴーレムが弾いた瞬間は、中心部のイーグル砲、シングルインフェルノが固まっちゃうので、そのスニーネクロマンサー、アーチャークイーンが中から射抜いていくという形ですね。で、この形っていうのが、グルダンさんの、このですね、スパジャイネクロの、まあ、基本形になるのかなと思ってます。もう一本、次またスパジャイネクロなんですけども、同じ形で撮ってます。まあ、ただ、月のアタックはまた面白くて、コウモリ使うんですよね。と思ったんですけど、ネクロにコウモリって、まあまあ、バッドスラップっていう戦術が昔流行りましたね。ヒーラーを後ろから突きてネクロマンサーでゴリゴリ進んでいきながら、外周をコウモリで削るってやつですね。結構流行ったんですけど、それに近い発想なのかなと思いつつも、こういう風にまあ、ドバッと出してからコウモリっていうのはあんま見ないですね。普通壁を破壊するのに、呪文をやっぱり使うので、クエイクとかですね、使っていくので、まあそこに関して、コウモリに咲く枠がないっていうのがまあ、一般的な、まあ、パターンになりやすいんですけども、グルダンさん、今回はそれどんな風にアプローチしていくのか。まあ、この人のね、基本形は今のこのアタックと同じなんですけども、
天才に咲いた枠の一部っていうのを、ネクロマン、コウモリに咲いているというところで次のタック見ていきましょう。いや、すごいですね、ほんとね。こんな風に取れるんだなっていうのは、ちょっとね、衝撃的で、天才ってやっぱ見直した方がいいかもしれないですね。今やっぱりその、突撃艦に皆さん目がいってるけども、天才すごいなってちょっとね、これ見ながら思っちゃいましたね。呪文に関しては 2×6、クエイクプラスライトニングですね。この、投石機クロスボウが何せ美味しいので、ここを狙っていくというところですね。で、コウモリに関しては、この辺から出していきます。で、アイスゴーレムに、ウィザードの塔にアイゴレ当てて、コウモリでドバッとこうね、流していく。で、主力部隊はこっちを潰すっていう感じですね。ここをガツンとこの。これ壁の処理ですね。ちょっと気になるところなんですけども、1層目スーパーウォールブレイカーで開けます。2層目に関しては、ウォールバストで開けますというところですね。スパジャイを一気に出す前に、ネクロマンサー両サイドに1体ずつ出して若干カットを入れて、そこからスパジャイからのネクロ。次にウォールバスターを出してから、キング、クイーン、グランドウォーデンですね。EU の着弾が入ってますが、まだここはトーム我慢。これはもうウォールバスターが生き残らないと絶対に中心部は開かないので、こいつにしっかりとターゲットがいかないように、トームをかけていきます。ウォールバスター当分かかんなかったですけども、まあ、周りにいたスパジャイがしっかりタグを取ったままトームが効いたので、結果的には、ウォールバスターにはダメージが減らす。中に入っているのはさっきと同じですね、アイゴレプラスのスニークゴブリンということで、これ一気に破壊ゴーンといきますね。投石機が若干怖かったんですけどね、これちょっとアプローチを早くしたいところだったんですが、これ何倒したのかな。その前にもコウモリが発動しちゃってますね。はい、アイゴレからのコウモリで、しっかりとこのウィザードの塔を止めながらコウモリを刺していきます。やっぱり投石機が残っちゃってますね。これ多分ネクロマンサーかアチャクイが、まあ、射抜いてくれるだろうなというところで攻めたんだと思うんですけども、まあ、結果的にこれが最後に残ります。で、コウモリがやっぱりこのクエイクとかね、ラジニングが入ってダメージ食らっているイーギルとかクロスボウをガツガツ投げ倒していくんですね。ガツガツこのゴリッとこうね投げ倒していくんですね。で、投げ倒していきながら最終的には、この投石機、コウモリとロイヤルチャンピオンが向かっていって、クリアと、ゲームクリアというところですね。いやー、素晴らしい。この投石機の反応速度の速さよね。コウモリのスピードでも、投石機が反応して打ち抜くんだなってのはちょっとこれびっくりしました。やっぱ投石機はあの取り形ですね。まあ、そんなことを言ってるうちに全部取って全開ということで非常に見事ですね。いやー、壁を壊す枚数、ここですよね。1枚、2枚で済むので、スーパーウォールブレイカーとウォールバスターですね。で、削っていって、この回廊の、ネクロが通りやすい回廊の特徴をうまく使って、ここに関してはライトニングで潰していきながら、残りをバットを使って潰していくという感じですね。回廊にはこういう攻め方もあるんだなと思いますが、まあ、今回みたいに、ライトニングが使えるポイントのある配置をグルダンさん選んでいるっていうところが重要で、どんな配置でも、まあ、回廊ならいけるとか、さっきの煮込みみたいに、そのネクロのルートがあればいけるってわけではないと思うんですね。ただ、ライトニングがこう使いやすい配置っていうのは、チャンピオン1ですよ。チャンピオン1でこんだけあるので、まあ、おそらくですね、皆さんのやられている、リーグタイトルも一つぐらいこういう天才が刺さりやすい村があると思います。で、そういう時に、皆さんがこうスパビズを使って攻めている中で天才っていうのを、武器に村を見るとまたですね、こうチームメイトとうまくこう攻める場所が分かれてきて、うまいことですね、このチームとしていい感じの星が取れてくるんじゃないかなっていうふうに思ったりもするわけなんですけども、さてですね、もう一本いきましょう。これはですね、おそらくアイスゴーレムを使ってる理由は、まあ、言うてね、アイゴレネクロなんですけど、まあ、天才ですよね。これ、クエイク2個プラスのライトニング10です。すごい数のライトニングよ。ここでしっかりとここの、投石機とかですね、あとはボムターンを削ってくるな、確か。これをしっかり削っていきますね。で、実質このもう30方面の火力を無効化してしまうというところですね、ここ。もうほんと無効化されてますよね。きっちり打っていって全部壊すと。で、もう正味、このルートがもう見えちゃってますね。こういう風にね。ここに対してアプローチをしていくという形になりますね。ウォールバスターで壁を上げていくんですけども、若干これは無謀だった感があります。ウォールバスターとして止まっちゃうんですね。これ、ウッドランチャーにすればよかったんじゃないかなとちょっと思ったりもしたんですけども。まあ、こんな形で、ウォールバスターが先行していって、この辺の壁までしか開かないという結果になるんですが、そこから壁を殴り上げます。で、ですね、今回みたいにやっぱりそのライトニングが刺さる部分っていうのをしっかり見極めて使っていくっていうのが、まあ、このグルタンさんのアタックの特徴なんですけども、ネクロのドバ出しなんだけども、まあ、そこがジュンクさんとの違いですよね。クエイクで主要施設にダメージを与える。ジュンクさんならおそらくこのタウンホールと、
クランジを含めたここに、クエイクを打っていくってことを間違いなく多分なさると思うんですけども、グルダンさんはそうはしないということですね。ここかな、ここ、うん、ここに多分クエイクを打っていくのかな。で、こういう風に多分ネクロを通していくと思うんですけども、グルダさん逆ですね。ライトニングを使って序盤にこう、通路を通る場所を狭めておいて、この狭いの枠の中を通していくというようなイメージでやってますね。で、おそらく今回アイスゴーレム使ってる理由、さっきちょっと言いかけて言い切れなかったんですけども、別のスーパーユニット、多分スパネクとか、スニコブを解放していたので、スパジャイが持てなかったんじゃないのかなっていう風に多分思います。多分ね。なんでアイゴレを使ってスパジャイの代わりにこいつらを歩かせていってると思うんですけども、まあこれもこれで結構ね、確かジョーカーさんかな、なんだっけ、アイスネクロ、なんかね、 うまいネーミングを確か誰かがつけてたんですよ。ちょっと忘れちゃったけど、まあ、結果的には、ヒーローも、しっかり全員、クイーンが落っこっちゃったかな、生き残って、3人生き残ってこのまま押し切るという格好ですね。いやーすごい、このやっぱね、そのライトニングからの、ネクロマンサーの今のドバダシ系っていうのは参考になりますよね。これプラスやっぱジュンクさんが使っている、クエイクを使ったネクロマンサーっていうのを2つ身につけておくと、まあ、最近ジュンクさんも結構ライトニングからのなんだ、ウッドランチャー、ネクロとかそういう攻め方もなさってるらしいんですけども、変化系ですよね。ネクロのドバ出しだけではなくて、クエイクを使うのか、ジャンプを使うのか、ライトニングを使うのか、兵器に関しても、突撃艦でタウンホールを落とすのか、ウッドランチャーを使うのか、まあ、いろいろ選択肢があるので、そこら辺のバリエーションっていうのをね、ネクロ使いはやっぱり身につけるべきだなというふうにこれ見てすごい思いましたし、身につけてしまえばこれだけ取れるというのはすごいですね。なんていうのかな、使い場所の多い、戦術になってくるんじゃないかと思うので、いいですね。今こそ練習する価値のある、やっぱりアタックなのかなと思います。で、こっから先2本っていうのは、おそらくこれも序盤に解放していたスーパーネクロを使って攻めているパターンになるかと思うんですけども、残り2本スパネクですね。でもやっぱり天才使います。やっぱグルタンさん、天才の使い方っていうのが、かなり、なんて言うんでしょうね。慣れてらっしゃるのかもしれないなっていうのを見てて思いましたが、ここ、やっぱりですね、区画をまず破壊してルートを作るというのが大事です。ここですね、イーグル砲プラス、これ、何があったのかと、こっち見落としちゃったな。でもまあ、インフェルノプラスイーグル砲、これを落としながら、これですね、グランドウォーテンのオデヒーでしっかりこう繋げてカットしていくということですね。したら、スパネクをこの位置から、十字方面からタウンホールに向けてこう出していくわけなんですけども、これ結構特徴的なんですね。グルタンさんのこの、スパネクを使った時の考え方っていうのは、結構ね、真似、完全にできるかっていうと、自分できないんじゃないかなと思うんですよ。なかなか特殊なんですけども強いんですよね。まずスパネクが中心部分に入るところら辺を、までしっかり進めていきますね、これ。ポイズンを使い、音がちょっと遅れちゃいましたが、まあまあ、ビッグボーイと呼ばれるこのね、スパネクが出す骨たちが、タギを取ってくれてるんで問題ないでしょう。中心部しっかりクエイクで穴を開けて、アイスゴーレムからのウッドランチャーを使っていくんですね。そうすることによって、ルートを作るんです。ここにこういう風に。スパネクが通るルート、ここが邪魔なんで、ここにウッドランチャーを当てていくと。さらに、ロイヤルチャンピオンもそこに当てていくっていう形を取るんですね。これ次の、5本目の動画でも同じようなパターンを使っていきます。中から出てくるのはイエティですね。これも同じ。イエティプラスジャイアント。で、こいつらが、タギを取っている間にロイヤルチャンピオンが後ろからさらに攻撃を刺していって、スーパーネクロマンサーをしっかり中心部までこう入って横に逸れることがないということなんですね。しっかりタウンホールまでアプローチしていきますよという、このグルダンさんの、ウッドランチャー使ったカットがすごく、特徴的だったなと思うし、結構これをですね、この村得意的なものとして使っているわけではなくて、まあ、この後もう一本見てもらうところでも使っているので、まあ、割とパターン化してね、自分のスパニックのルート作りの技にしてるんじゃないかなっていうのが、まあ、見て取ることができました。って感じですね。で、ロイヤルチャンピオンこの時点でまだホーミングシュート残してますね。ここで発動していって、防衛層もミリ体力まで削った上で、盤石の全開ということになります。いや、スーパーネクロマンサー3体残ってますね。はい、ヒーローもキング以外は全部残っていて、で、時間どうかな、このアタック。まあ、やっぱね、ウッドランチャーが今結構効いていたんで、そうですね、2分半。時間切れ全然ないですね。全く問題ない時間でクリアしてしまっています。やっぱ天才。いやね、今日やっぱ一番言いたいのは天才ですよ。ナイス天才。天才プラスネクロマンサー。まあ、スーパーネクロも含めてネクロマンサーですね。この組み合わせが、ま、いかんせん強い。
グルタンさんみたいにここまで使いこなせられば、もう本当、もう超すげえ武器なんじゃないかなって感じですね。今回も同じです。どんなプランでいくかっていうと、ここですね、イーグル砲と、あと、ウィザードの塔、クロスボウ。結構ね、嫌な施設が固まってるんで、そこにクエイクプラスライトニングを打ってきます。しっかりとここですね、グランドボーデン、オディヒンの形で、万が一落とされちゃったら終わりなんで、ここにですね、しっかり、目を光らせていきます。まあまあ、体力減っちゃった場合には、ライトニング打ったりして、多分これをね、壊そうと思ったんじゃないかと思うんですけども、今からここですね、ライトニングプラスのクエイクでしっかりとクロスボウにちょっとこれ、ダメージが入らなかったのが誤算だったかもしれませんが、3個ですね、インフェルの投石機、あ、じゃあは、イーグル砲、投石機、もう一個なんだ、忘れちゃった。これを折って、あ、ウィスト折っていきましたね。で、このね、ルート作りはちょっとね、うますぎて、あまり参考になるようなパターン化したコメントができないんですよね。すんごいうまい。まずバルーンを刺すっていうところもうまいんですけども、ここライトニングでね削ったじゃないですか。キングをここに歩かせていくことによって、まあ、要するにこの辺を全部削っちゃうことなんですね。こういう風にガーンと、そうするとルートがこう見えてくるじゃないですか。このルートを作るんですよ。このスネークロード、このスネークロードを作るようなルート作りっていうのはまあなかなか見ないですよね。僕だったら、あ、これグルタさんここ削ってるからこっちから入れんだろうなと思ったんですよ。そうじゃないっていうところがまたね、これすごいなっていう気がしました。で、ロイヤルチャンピオンはこの外周削らしていきますね。で、同じようにジャイタテからのウッドランチャーを使って宝石機にダメージを与えていきます。これを壊す目的なんですね。で、なんで宝石機なのかな。おそらくね、ここ突撃艦でもいいんじゃないかなっていうふうに自分思ったんですけども、多分宝石機とウッドランチャーを使う理由は、ボマーだと、黒風船とかあった場合に途中で落とされちゃって投石機が壊れないかもしれない。で、突撃艦を使うと、ここ手動で落とさなきゃいけないですよね。こう、なのを、ドスンってこう。で、その手動で落とすタイミングを測る5秒とかの時間、他のユニットから目を離さなきゃいけないので、クロークのタイミングを漏らしちゃうとか、ないしはロイヤルチャンピオンのシールドのタイミングを逃しちゃうとか。多分そういうリスクがあるんで、ウッドランチャーを使ってるんじゃないかなと。いうふうに思いました。中から出てくるイエティらが、削りきれなかった投石機の体力を削ってくれるってこともできるので、しっかりこれを離すことによって、ここの区画を壊すことができるわけですね。ロイヤルチャンピオンがそこに合流するんで、なおさら、その破壊が加速されて、ロイヤルチャンピオンのまま一気に残った施設も破壊して、前回までのルートを作っていくという形ですね。天才ですね。天才。いや、別にグルタさんが天才って言ってるわけじゃなくて、って言ったら失礼かな。今ちょっと、すげえコメントに困った。天才ですよ。グルタさんも天才かもしんない。天才だけど、やっぱりそのライトニングとクエイクね。やっぱりこう、チャンプ1の15個ある村のうち、どれかはこれで攻めれる村がある。っていうことですよね。だから、ネクロマンサーとかを使っている方も、やっぱり天才を意識したネクロマンサーって、やっぱこれから絶対やっていくべきだと思うし、まあそうすることによって、まあネクロマンサーをね、使った攻めも、慣れが、できた、あ、慣れというか、まあ秋ですね、秋。秋が来ないと思うんですよ。っていうふうに、まあいろいろね、変えてみながら使っていくっていうことと、スーパーネクロを使った、オデヒーからのスーパーネクロっていう形の攻め方も、このライトニングを使うことによって、やっぱりですね、ルートがしっかり狭められて、前回まで繋がるっていうのは、これはまあ定石として昔から、昔言っても半年くらい前からかな、スパンデックが登場した頃からある形なので、まあそこの二つに使い分けられる天才、今のスパネック環境、スパウィズカの環境の中で、やっぱり、もう一回見直したい攻め方かなというふうに思ったところです。というところでですね、さあ皆さん、この動画が出た頃にはおそらくもう結果はとっくに出てます。おそらくですね、これ出すの、この結果が出る、4日後とかになっちゃうのかな。4日後か5日後ぐらいになっちゃうと思う。なので、皆さんですね、グルタンさんの、それまでにグルタンさんの、喜びのツイートがあった場合には、おやったなと思ってもらって、なんだ、何もなかった場合とかですね。は、まあ、察していただければと思います。さあ、どうなるか。私もですね、最終アタック、ウルタさんのアタック、すごい楽しみにしております。頑張って、パーフェクト、取ってもらいたいですね。頑張りましょう、ウルタさん。期待しております。では、というところで、本日の動画を終わりにしたいと思いますが、参考になったよということでありましたらですね、ぜひ、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。また、
ダンフォル13だけでもなく12、11の動画も上げていきたいと思いますし、幅広くね、ダンフォルダイアタ扱ってまいりますので、これからもぜひご視聴いただけたら嬉しいです。というところで本日の動画はこれで終わりにしたいと思います。また次の動画で皆様お会いいたしましょう。バイバイ。